はいこんにちは,、はいにちは。アイアンを買い換えるタイミングって、うん、どういう時に変えたらいいんですか、はい。はいはいえっとまあ新商品が出たらね欲しくなりますします、えー、好きなプロが優勝したらへーって言ってこう使ってみたくもなりますよね。アイアンの替え時僕もあのスタジオで全メーカーお客様にねクラブを販売させていただいてますけどもアイアンを 変えませんかねもうそろそろっていうふうにこう、えー、変えるタイミングこれはスイングあることが変時ってどういうことかっていうと当たり方なんですよねボールに対してこうクラブが横からとか下からとかこう入射の角度ですよねこれがどうしてもこう打ち込めない。 そうすると、もうこう地面ですからね、ここ下ね、ここ地面に触らないように横からぶったりとか、下からこうぶつけたりすると、どうしてもこうフェース面のこの下の方にしか触りませんので、その時っていうのは芯が下にあった方が当然ボールはあの上がってくれるし、ちゃんと飛んでくれるじゃないですか。なので、まあ低重心のアイアン、まあ、低重心って平たく言えば芯が下にあるってことなので。 低重心のアイアインを、ね、あのおすすめしますでそれを使っていただきながら平らなところだとねそれでこう低重心のアイアン使えばボールは上がるんですけどもコースに行けばやっぱ平らなところばっかりじゃないですから、ね、こんな感じでこうボールの手前にねこうどうしてもこう触りたくないような芝だったりとか凸凹してたりとかありますんでやっぱりこうダウンブローに打たなくちゃいけない場面って多くなってくるんですよね。 なのでレッスンによってねしっかりこうダウンブローをお教えしていくわけですけどもそうするとねこういうの入ってきますんで当たりがねこう厚くなるっていうんですけどもこうフェース面のこうちょっと上の方上の方っていうかこう下じゃなくってスコアラインでいう位置に3本目ぐらいから4本目5本目ぐらいのこのちょうどフェースの真ん中辺りにこう当たってくるようになるんですよね。 そうすると3本目4本目ぐらいのこうちょうどフェース面の真ん中に当たってるのに芯が1本目のところにあるとまあテンプラして,るっていいるるうことにななじゃないですか。見た目で言うとフェースの真ん中に当たってるのにえ重心の位置はそこにないわけですからこれまた変な球にななるんですよね。のでえ僕がねアイアンをもうそろそろ変えましょうかねっていうふうにお客様にお勧めする時はえ入射の角度がこうしっかりとダウンブローに 入れれれて来るようになった時これが射の,の角度が上から入ったかどうかっていうのは横から入ればフェース面の下の方に当たる要は薄め薄めにこう当たりになるで上からダウンブローに打つと厚め厚めになるんですけどもなかなかその感覚論だとね自分でどうなってるかって分かりにくいと思うので簡単に判断する方法としてはラウンド中に天然芝で打った時に、えー、ボールの先にターフが、えー 取れ出した時に、えー、アイアンの重心高ですねを高くする。これはねすごく大事です、うん。アイアンを選ぶ一番大事な要素っていうのは重心高です。この重心高って要するに芯がこのソールからどのぐらいの高さにあるかっていう重心高ですね。これが、えー、横から払うと下目に当たっちゃうので。 重心口が低い低重心のアイアンの方が合ってますよっていうことになりますしダウンブローにしっかり打つと、えー、もうちょっと上の方に当たってくるので重心口を上げて要はそのプロモデルのねアイアンに変えませんかっていう感じになっていきます、うん、でそうすることで芯にねこういう打ち方もこういう打ち方もこう芯に 当ててやすすくなるっていうことですよねだから横からこうさらったり下からしゃくっちゃってる人があのプロモデルを使っちゃうと、えー、重心よりも随分下に当たることしかできませんのでもう全くいい球にはなりませんしそのアイアンの本来のこうグシャッと潰れるような気持ちいい打感はやっぱり感じることはできないですよね。うんうんまああのー、お仕事でいいろんななメーカーカのの新商品みたいなのをこう たくさんこう一気にね打つお仕事とかもよくやらせていただいてますけどもその中にはアベレージモデルでこう低重心のモデルもあればプロモデルですごい高重心のモデルもあるんですけども僕が普通に打てばこうダウンブローにこう打ってしまうのでアベレージモデルのすごい低重心のモデルを僕のいつものスイングでダウンブローに打つと芯よりも随分上に当たっちゃうんですよね。そうすると 何ですかこのアイアンは全然よくないですねみたいなインンプレッションになっちゃうわけですよ、うん、なので、まあ、見た目だったりデータだった見た目ね要はこうこっちがすごくペラペラに薄くてこっちがソールが広くってもう見るからにこう低重心高重心っていうのはもう見た目でも分かりますしデータも見せてもらえば分かるのでそれによってその重心孔をある程度把握してで低重心のものは入射の角度を横からこう入れて、えー、ちょっと下目に当てていく。 高重心のものはダウンブローに打って上目に当てていくっていうふうに重心甲に合わせて入射の角度は変えてそうじゃないとまともなインプレッションはできないので <laughs> はい。という感じでまあアイアンの替え時っていうのは決めるべきかなと思いますね。うんはいえー、今回もお役に立ちましたら高評価 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。